離散する理工学の3回目の授業を始めていきます。電化式の解き方という話を、今回と次回にかけてやっていきます。前回ですね、電化式の作り方、電化式の立て方という話をしたので、その子で作ったものを解いていくという話をしていくということになります。今日はですね、一応2つ目標があって、1つは先ほど言った電化式を解けるようになるということですね。で、もう1つはですね、数列の母関数が導出できるようになるってことなんですけども、この母関数というのはですね、次回やる内容になるんですけども、今日この1番だけだとちょっと時間が余るかなと思うので、次回の準備として、母関数の話も少しやっておくという形にしたいと思います。はい。ではですね、このまず、この線形全化式の厳密解法ということからやっていきます。はい。前回ですね、このような、全化式立てました。あるグラフの独立集合の総数というものを表す数列を考えていまして、それがこのような全化式で表されるということでした。でですね、これはいわゆるこれ線形全化式なんですね。線形全化式。ちゃんと言ってないですけど、線形全化式。で、何が線形かっていうと、この部分ですね。この、AN っていうのが、それまでの項の一次式で表される。一次式ですね。一次式。一次式のことを、線形式というかもしれませんけども、線形式で表されていると。で、こういう場合ですね。これ線形全化式と言います。で、これ解いていきましょうということになります。はい。でですね、これ解くといって、いきなりこの、解くっていうのは何かっていうと、この AN。イコール何とかっていうこの形ですね。今一般項と呼ぶかもしれませんけども、これを、この形を定めるということですね。この式で定めるわけですけども、何もですね、情報がない中でこういうことをやるというのはなかなか難しいんですよね。ということもあるので、まずはですね、皆さん、プログラム書けるわけですから、実際プログラム書いてですね、この AN っていうのがどのような値を取るのかってことを、まずちょっと考えていきましょう。はい。で、それをちょっとやったのが次のページです。すいません。でですね、これ表ですね。これ実際ちょっとプログラム書いて計算してみました。N が1の時には2で、N が2の時には3で、こんな感じの数列でしたね。で、ずっとこう計算していると。これ、今14で打ち切ってますけど、これもっともっとどんどんこれ計算できます。で、右の図はですね、それを書いたものなんですけども、これ N が30まで計算しています。横軸が N です。N です。縦軸が AN ですね。AN の値書いてます。それで、これ型代数プロットなので、横はですね、順番にこう1から順番に並んでますけども、縦は対数軸で1、10、100、1000、万、10万、100万と、こんな感じで並んでると。ということになってますね。これが型対数プロットと言います。で、そうすると、これ型対数プロット書いてみると、こんな感じで、直線上に並んでるような感じがするわけですね。直線上に並んでると。で、そうすると、ここから予想できるのは、これだから、予想してるんですけども、予想って言ってるから、推測。と言ってもいいかな。推測。ですね。今この探るっていうのは、推測は何なのかっていうと、ログ、10の AN と書いたものが、直線上に並んでるんだから、これはだからその、アルファ N プラスベータとか、こんな形で書けてるでしょう。あるアルファとベータを用いてね。こんな形で書けてるでしょう。ということになるわけです。で、これは、書き直すと、AN っていうのは、10のアルファ N プラスベータ、こんな感じですね。こんな感じ。こういうふうに書けるかな、というふうに思えるわけです。で、これ書き換えると、10のベータ乗かける、10のアルファ乗の N 乗。こんな感じですね。こんな感じですね。で、そうすると、この10のベータ乗、これはまあ定数なわけですね。定数。で、10のアルファ乗も定数なわけです。で、例えば、だからこれ、これ書き換えた方がいいかどうかわかんないですけども、これは例えば、どうしましょうね。ガンマかける、ラムダの N 乗。こんな感じ書けてるっていうふうに、これ思うわけですね。思うわけです。だから、今、ガンマと、ラムダを定めればいいかなっていうふうな、気持ちになるわけですね。これ気持ちだけです。話すのは気持ちです。で、そういう気持ちでですね、そういう気持ちで、このガンマと、ラムダ定めようかなっていう気持ちで、式を書いてみましょうと。
だからこの、まあ、AN イコール、まあ、ガンマラムダ N だと思って、このガンマとラムダ定めようかっていうふうな思いで、式を、作っていきましょうということをやっていきます。で、まあ、ちょっと今、まあ、ガンマ実はあんまり本質的ではないというか、まあ、ガンマも入れていいんですけども、まあ、ガンマ入れずに、今この AN をラムダの N 乗だと思いましょうと。AN イコールラムダ N だと思いましょうと。と思う。で、思って、このラムダを決めるという立場に立って、式を作っていきます。で、そうするとですね、この今、AN イコール、AN マイナス1プラス AN マイナス2っていう式が、これが N が3以上のところで成り立つわけです。で、この AN をですね、ラムダ N 乗、AN-1 をラムダ N-1 乗、AN-2 をラムダ N-2 乗と置き換えましょうと。こういうふうにします。で、これでラムダ定めようと思うということをするわけですね。で、こうすると何がいいかっていうと、これ、ですね、これの、表辺を、ラムダの N-2 乗で割りますと。割ると、まあ、このような式が出てくると。まあ、ラムダは正だと思って、N も十分大きいと思えば、まあ、ラムダは正であるんですよ。ラムダは0じゃなくて、N が十分大きければ、これ、0ではありませんから、これってラムダの N-2 乗は0ではありませんから、これちゃんと割れると。で、こういう式出てくると。で、こうするとですね、これはですね、ラムダに関する二次方程式になりますね。まあ、この場合は二次方程式ですけども、まあ、これ出てきます。で、これは解けるわけですね。皆さん、これ二次方程式の解き方知ってるわけです。で、これで、まあ、ラムダが定められるという感じになりますね。で、このようなですね、この方程式、二次方程式、まあ、二次方程式は読まなくていいですけども、このような方程式。これを、まあ、全化式の特性方程式と呼んだりしています。だから、まあ、これを作ります。で、これでラムダを求める。で、求めると、これ二次方程式ですから、二つ出てきます。解が出てきます。で、それが第二段階ですね。方程式解きます。そうすると、まあ、これは、皆さん解けると思いますね。2分の1プラスマイナスルート5というふうになると、2つ出てくると。で、まあ、これでなんかちょっと困ったなって気もするわけですよね。なんでかっていうと、先ほどは AN イコールラムダの N 乗っていうふうに、予想、推測していったわけなんですけども、このラムダの候補が、まあ、2つ出てきてしまうということになります。で、まあ、実はこれ、2つとも、なんていうのかな、対応することになるんですけども、だからまあ、この時点ではまあ、二つ出てきていいなっていうふうにちょっと思っておいてください。で、まあ、これ二つあるので、片方をラムダ1、片方をラムダ2と置くことにします。まあ、小さい方をラムダ1、大きな方をラムダ2とします。まあ、ちなみにこの小さい方は、だいたいまあ、0点、マイナス0.618ぐらい。大きい方は、プラスの1.618ぐらい。で、まあ、こんな感じだと思ってください。こんな感じです。で、ここでですね、ちょっと考えます。次は手順じゃなくて、ちょっと考察します。何かというと、今ですね、この全化式のこの部分ですね、AN イコール AN-1 プラス AN-2 っていう部分を見て、この推測をしたわけですね。あ、推測じゃなくて、特性方程式を作って、そのラムダ1、ラムダ2を求めたわけです。そうするとですね、今、この、A1 が2で A2 が3であるということを忘れれば、この AN イコールラムダ1の N 乗とか AN イコールラムダ2の N 乗っていうのはこの全化式の解なんですね。満たす、これを満たすと。この式満たすから。この式満たすから。で、ここでこの線形全化式であるってことが効いてくるというか、性質を使うんですけども、この2つが解であることが今分かってるんですけども、あ、これは忘れるとね、忘れると。忘れると解であること分かってるんですけども、この忘れてるっていう状況においては、この2つの解の線形結合ですね。かな。線形結合。これも、この全化式の解になります。なぜかっていうと、だから、これ今 C1 と CN2 っていうのが係数で、その係数をつけて足したものが線形結合ですね。で、これがなんで、この全化式の解になるかっていうと、AN が今、これであるというふうにしてるわけですけども、そうだとすると、この右辺のですね、AN-1 プラス AN-2 っていうのはこのように書けるわけです。ですね。AN-1 はここに書かれてあったように、この N 乗のところは N-1 乗となった形になっていて、AN-2 っていうのは N 乗が N-2 乗という形になっているということになりますね。で、そうすると、これ式変形していきます。今、これ C1 があるところを I に集めます。で、C2 があるものを後ろに集めます。
で、そうすると、この今、括弧の中ですね、この C1 が前についてると。この部分。これはちょうど、ラムダ1の N 乗になるわけです。なぜかというと、ラムダ1っていうのは、ラムダ1の、ラムダ1の2乗イコール、ラムダ1プラス1っていうのを満たしているわけです。ラムダ1っていうのは先ほどの二次方程式の解だったから。ってことは、これの両辺をラムダ1の n マイナス2乗でかけると、ここが n 乗、ここが n マイナス1乗プラスラムダ1 n マイナス2乗。これはこうなるわけですね。いいですか？という形で、この赤い部分かけると。で、同じように後ろの部分も、ここですね。ここは、ラムダ2の n 乗というふうに書けるということになるわけです。で、これこう出てきますね。で、そうすると、ここの今式っていうのは、ちょうどこの上の、a の表す式と同じであるということがわかるわけです。つまり、ここで書いてある an っていうのは、この式、この等式を満たすんだということがわかるわけですね。つまり、これも解なんです。この全化式の。ね。そうすると、これ解が、もうなんか無限に出てきちゃってるんですよね。この C1、C2 これ何でもいいんで。なんか無限に出てきちゃってるわけです。で、無限に出てくることありえないので、何がおかしいのかっていうと、まあおかしくはなくって、我々はですね、今この A1 が2であることと A2 が3であることを忘れて、ここで話してるんで、これを思い出すと、この C1、C2 が決まるっていう仕組みになってます。A1 が2であることと A2 が3であることを思い出すと C1、C2 が定まるということになりますので、これやっていきましょうと。だから今、線形結合を作って、この C1、C2 を定めましょうっていう、そういう立場になってきます。で、それが次のステップになります。はい。線形結合を作って、これの C1、C2 を定めましょうと。そうすると、A1 が2で、A2 が3なので、この、N に1を入れたものですね。で、そうすると、これが、A1 ですから、2にならなくちゃいけない。で、N に2を入れたものですね。これが A2 じゃなくていけませんから、これ3になると。で、こういう式だって、出てる。今ですね、思い出してほしいのは、ラムダ1っていうのは1マイナスルート5分、2分の5ですかね。で、ラムダには2分の1プラスルート5って、こういうその、もう定まった値になってるわけですね。で、今わかんないのは C1C なわけです。で、これを定めたい。だから今これは C1C2 に関する連立方程式なんです。連立方程式。これは、まあ、願わくば解ける。まあ、解けてほしいわけですね。で、まあ、これ実際に解いていきます。ということになります。で、これを今からやっていきます。ね。で、解くとこんな感じになると。まあ、これは連立方程式だから、まあ、解けるでしょうということになりますね。で、まあ、これ解けてると思ってください。ちょっとこれ信じてもらって、で、こういうふうに解けます。で、今ですね、この、右に書いた通り、忘れましたけど、ラムダ1、ラムダ2っていうのは、今定まっている値ですから、これ実際これ計算できるわけです。で、これ計算しましょう。で、これが案外ややこしい。こっちの方がややこしい。で、これ実際やります。今ですね、このラムダ1、ラムダ2に実際を入れてみると、こんな感じの式になると。で、まあこれ整理すると、こうなると。こんな感じですね。で、これ、まあ一言で言ってるんですけども、まあこんな式ちょっと整理したくないかなって気は、まあこれは、まあ言わするんですけど、まあこれ頑張るんですね。で、頑張り方はいろいろとあります。頑張り方いろいろとあります。で、今ここにですね、ラムダ1、ラムダ2の入った式があって、そのラムダ1、ラムダ2に、今定まっている値を代入して、この式作ってるんですけども、これをする前に、もう少し、この元の部分でですね、整理をするっていう考え方もあります。で、まあ、その方が、計算しやすいと思う人もいるかもしれないので、ちょっとそれやってみましょうと。で、それはですね、この下の中にあるような関係を使えばよろしいということになります。これ何かというと、もともと、ラムダ1、ラムダ2っていうのは、ラムダ2乗マイナスラムダマイナス1、イコール0。の解だったわけです。だから、ラムダの1の2乗っていうのは、ここですね、この符号を反転させたもの。これ書き換えると、ラムダ2乗イコールラムダプラス1ですね。だから、ラムダ1の2乗っていうのは、この右辺、ラムダ1プラス1と等しいですし、ラムダ2の2乗っていうのも、ラムダ2プラス1と等しいということになります。で、一方ですね、ラムダ1プラスラムダ2っていうのは1になって、ラムダ1、ラムダ2、はマイナス1になります。これは、ここら辺の値を計算しなくてもわかります。これをいわゆる解と係数の関係ってやつで。わかんなかったら何だったかっていうふうに思うかっていうと、今ですね、この、
二次方程式あるわけです。これを因数分解すると、これラムダマイナスラムダ1かけるラムダマイナスラムダ2になるはずなわけです。なんでかというと、ラムダ1とラムダ2はこの方程式の解だから。ですよね。ってことは、で、これじゃあこれ展開すると、ラムダ2乗マイナスラムダ1プラスラムダ2ラムダプラスラムダ1ラムダ2と、こうなりますね。こうなりますね。そうすると、この係数の部分ですね。係数の分。これ一致する必要があるわけです。ここもそうですね。ラムダ1、ラムダ2はマイナス等しくならないといけないということになりまして、それによって、ここの式が出てくると。まあ、こういう感じになりますね。今、ここではですね、こう、二次方程式の場合に、こういうふうな形で出てきますよっていうふうに言ったんですけども、これ同じことが、三次方程式とか四次方程式でも、まあ、できるわけです。まあ、ちょっとそれを置いといて、まあ、いずれにせよですね、この場合、この関係成り立っているということになります。で、これ使っていきましょう。この4つ使っていきましょう。で、どう使うかっていうと、ちょっとこれ消しますけど、どう使うかっていうと、こうかな。例えばですね、今、じゃあこの C1 の方、ちょっと計算していきましょう。C1。で、今ですね、ここに書いてありますけど、C1 がどんな感じか書いてありますけども、このちょっと式、ちょっとまず、分母を、展開しましょう。そうすると、これは、ラムダ1、ラムダ2、マイナス、ラムダ1の2乗で、2ラム、分子が2ラムダ2、マイナス3と。まあ、こんな感じになると。で、そうするといきなりですね、ラムダ1、ラムダ2個出てきてますから、これ使えると。で、ラムダ1、2乗っていうのが出てきてるので、これ使いましょうということをやって、ちょっと整理しますね。で、整理すると、まあ、ちょっと分子はそのままで、分母は、ラムダ1マイナス、ラムダ、ラムダ1、ラムダ2、これマイナス1と。で、マイナス、ラムダ1プラス1。こうなりますね。こうなりますね。で、そうすると、これじゃあ整理すると、2ラムダ2マイナス3が分子そのままで、分母はマイナスラムダ1マイナス2ですね。こうなりますね。いいですね。で、これをですね、まあ、ちょっとこれ、こうしようかな。で、これ今、有理化したいんですね。有理化したいって、これどうやって有理化すればいいんでしょうというふうに思うかもしれませんけども、ここはちょっとまあトリックかもしれなくて、分母分子に、分母分子、ちょっと、分母分子に、ちょっと、またそのまま書いて、マイナスラムダ1プラス。分母分子にですね、ラムダ2プラス2をかけます。まあ、これをかけると、なんか消えそうだなっていう、なんか予感はするんですよね。予感がするんで、そこから書きます。これまだどういうふうに作っていくかっていうと、ラムダ1だからラムダ2。で、ここのプラスには同じ。っていう分母を見て作ってます。分母を見て作ってます。で、今、分母にラムダ2プラスには2をかけたんで、分子にもかけると。こういうふうにしますね。で、そうしたら、これ展開すると、これ、分母分子両方とも展開しますけど、分子の方からまた入れますかね。分子の方は2ラムダ2の2乗。プラスラムダ2かな。で、マイナス6。なんか間違ってそうな気がして怖いんですよね。間違ったらこれ6がやり直しになってしまってですね、困るんですけども、正しいと思いますね。で、分子の方は、分母の方は、これは、マイナスラムダ1ラムダ2プラス、ここね、2ラムダ1プラスラムダ2プラス4。こうかな。こうですかね。間違ってたらちょっと後で、まあちょっとやります。で、これ、整理しますね。で、まずは分母の方からやりますけど、分母の方は、ここにですね、都合よくこのラムダ1、ラムダ2と、ラムダ1プラスラムダ2が出てくるんですよね。これが嬉しいんですよね。これが嬉しいんで、とも書くと、ラムダ1、ラムダ2はマイナス1、プラス2かける1ですね。プラス4と、こうなるわけですね。この1ですね。これですね。この1は、ここですね、と。ですね。はい。この位置ですね。で、これで、分母がですね、きれいになったんですね。嬉しいですね。で、分子はどうかというと、ラムダ2の2乗は、2かけるラムダ2プラス1と、ラムダ2プラス1で置き換えられると。で、ラムダ2そのままで、マイナス6と。こんな感じですね。で、そうするとこれもう、ラムダ2しか残ってないんですね。これ計算しやすそうですよね。で、間違えないように計算していかなくちゃいけなくって、分母の方は、6引く1だから、マイナス5と。こうなりますね。はい。で、分子の方は、3ラムダ2、マイナス4かな？正しいかな？なんか、緊張しますね。で、これで、ラムダ2入れます。ここでようやくラムダ2入れます。で、ラムダ2なんだったかっていうと、ラムダ2は、思い出すと、これは、2分の1プラスというところですね。でしたから、入れますと、マイナス5分の
3かける2分の1プラスルート5マイナス4ってことなんですね。で、ちょっと2を出したに持っていくとマイナス10で、3プラス3ルート5マイナス1が8個ですね。だから、これはマイナス10分のマイナス5プラス3ルート5ですね。だから、符号を付け替えると、ちゃんとこれになりますね。いいですね。って感じになります。で、まあ、上ではですね、このなんかイコール3つしかないから、簡単に計算しているように思えるかもしれませんけども、まあ、ここの部分ですね。この部分、うまくこう、計算していくっていうのは、もしかしたら難儀かもしれないわけです。難しいかもしれないわけです。で、まあ、一応、下の方にやると、まあ、何がいいかどうかはわかんないんですけども、まあ、その、文字で進めてるんで、なんだろうな。どこで計算間違いをしたかってことを多分、ね、見つけやすいんですよね。計算間違いをしたとしても。で、最終的にこの代入するところでは、一つの値しか代入してないんで、あ、この難しい値ですね。難しい値、この難しい値っていうか、無理数ですね。無理数を代入するところ一回しかないんで、まあそういう意味でもなんか、こういうふうな計算の仕方っていうのもあるんだっていうふうに、まあ、思ってもらうのがいいかなっていうふうに思います。はい。まあいずれにせよ、これによって、この C1。求まる。同じような形で C2 も求まるという形になります。で、これによって、C1 に定まったということになります。まあ、計算法はどのようにやってもらっても構わないです。正しいも問題で出てくれば大丈夫です。はい。従って、任意の1以上の自然数 n に対してこの式成り立つと。何かっていうと、これ内訳はこの部分が C1 ラムダ1の n 乗プラス C2 ラムダ2の n 乗。こんな感じになっているということですね。で、これで、求められましたということになるわけです。よろしいでしょうか。ですか？はい。で、今ですね、これは、解き方一つ目という形になります。で、もう一つですね、解き方紹介します。で、これちょっとですね、違う風味があるんだけども、本質的には変わらないんですね。で、それどういうことかっていうと、これをですね、行列を用いて表すってことをします。これさ、これ行列を用いて表すってことをします。で、どうやってやるか。こういうふうに書き換えましょうと。ちょっとこれ今、なんか記号的に見えるかもしれませんけども、こういうような書き換え方っていうのは必ずできるってことが、知られてます。ですね。そうですね。そうですね。言えないな。今、このような、線形全化式があったんですけども、このような、なんていうんですかね。その、ベクトルの全化式っていうんですかね。こういうのを作りますと。で、何かっていうと、これは基本的には、この ANAN-1 っていう、このベクトル。これを考えてると思ってください。で、これ今、じゃあ、例えば XN と置くとしますね。で、その時に、この右辺の方には、ここには、その、N を N-1 にしたものがあるので、これは XN-1 になるわけです。で、その前になんか行列がついている。行列がついていると。これ行列ですね。行列。で、こういう形になってます。ですかね。で、実際に、今、じゃあ、このし、まず、下の式から見ますけども、下の式から。この部分ですね。下の式から見ますけども、この下の式ですね。この下の式。これは、実際にこの行列の積ですね。行列の積を作って、この2つの成分をそれぞれ、書き下してみると、an イコール、これは、こことここを、内積を取るので、an-1 プラス an-2 っていう、これはですね、上のここの式と同じものが出てきます。ですね。で、第二成分の方。第二成分の方は、ここをかけるここなので、これか、やって書いてみると、an-1 イコール何なのかというと、これは an-1、こうなりますね。こうなります。で、これは、まあ、もちろん成り立つ式。もちろん成り立つ式なわけです。ですね。ということで、まあ、この、二つの、じゃなくて、ベクトルと行列を使うことによって、まあ、二つ式が出てきていて、この二つの式は、まあ、上で書いてる式と、まあ、同じものが出てきている。ただしですね、この二つ目の式、この、下の第二成分の方の式っていうのは、冗長の式のようにも思いますけども、まあ、これがないと、行列の形で書けないので、まあ、これ作ってると、つけてると思ってください。ですかね。で、そう思ったときに、この上の式、これは何を書いてるかっていうと、これは、X2 ですね。今、この、すみません、これ消しますね。ちょっとレモンと消しまして。今ですね、このベクトル XN、これ XN-1 ってこういうふうにしたんで、ここに書いたらこれ X2 になりますね。X2 っていうベクトルが何になるかってことを書いて、まあ、これによって、初期条件っていうのかな。初項っていうのかな、それを、表しているということになります。ということなので、これは初項 X2 が32というベクトルで、
xn というベクトルが xn-1 という一つ前のベクトルに対して何かその係数行列をかけることによって得られるという形の全可式になっているわけです。ですかね。だからこれも解けるはずなわけです。で、これを使って一般項を求めましょうということをやっていこうというふうに思うという立場です。で、これちょっと今から一般論を言いますけども、いや、今はどういう感じかっていうと、今のはですね、x2 から始まって、n が3以上のところで何か全可式が作られてっていうふうに書かれていたんだけども、まあ一般的には初項は、1で始めたいので、こういうふうにします。初項のベクトルがなんか c であって、初項のベクトルなんていうんですかね、初めのベクトルが c であって、で、このような全可式、xn イコール a、xn-1 というふうに書けるような全可式があったときに、どういうふうにするか。すいません。どういうふうにするかってことを考えます。で、そうすると、この式見ると、この式、xn イコール axn マイナス。で、これはですね、じゃ例えば、まあ、n 十分大きいとすれば、これ、xn マイナス1は axn マイナス2なわけです。ですよね。ということは、これを2つ、つなげると、xn は an かける aax xn マイナス2になるんで、これは a の2乗 xn マイナス2になるわけです。いいですかね。ってことを同じようにやっていくと、これは、a の3乗 xn マイナス3と等しいです。ですね。ってことで、これ順にやっていくと、最終的にこれは a の n マイナス1乗 x1 と等しいということになるわけですね。いいですか。これはですね、普通の、数列において、例えばなんか an イコール、なんだろうな。よく出てくるのはわかんないな。R か。RAN-1。だからこういうふうに書けてるときに、これをその順番に R の N-1 乗を A1 まで下ろしていくのと、これ同じですね。これ、この赤い方はよくその等比数列というふうに言われたと思いますけども、このその係数というか、この全体がですね、スカラーなのか、ベクトルなのかということの違いなだけなわけです。で、同じように書いて。で、今、x1 ってのは c ですから、こんな感じになってくると。で、今、これだから c はもう、初めから与えられてるわけですね。で、a も与えられてるわけです。で、この段階で、だから何が分かればいいかっていうと、この、行列 a の n-1 乗、2乗、これが何なのかってことを、これをその n を使って表すことができれば、終わるということになるわけです。で、これやっていきたい。で、そうするとですね、皆さん、まあ、どのように線形代数を学んだかにもよるかもしれませんけども、こういうその行列のべき乗をですね、記号的に計算する方法っていうのが、まあ、いくつか知られてるんじゃないかなっていう気がしてくるわけですね。で、それをやってみると。で、もしご存知なかったら、まあ、今からここで復習するということになります。で、一つの方法は、固有値分解を使うという方法になります。まあ、で、それやっていきましょうと。で、行列の累乗、べき乗をですね、計算するってことをやっていきたいんで、今考えているこの、行列っていうのは、1110と、1110という行列です。で、これのじゃあ、固有値と固有ベクトルを計算しましょうということをしてみます。で、これはですね、ちゃんとこの線形代数を復習するっていうことが、皆さん必要になるんですけども、まあですね、固有値、固有ベクトルっていうのは、もうどこでも出てくる道具なので、ちゃんと復習をしてくださいということになります。で、ここでも出てくると。で、まずですね、じゃあ固有値を、計算するためには、固有方程式とかですね、特性方程式と呼ばれているものを書けるということになります。で、それはですね、まあ、ラムダっていうのを固有値だとしたときに、ラムダ i-a の行列式ですね。行列式を0とするようなラムダを定めるということでした。で、この今 i は、あれですね、単位行列になります。で、ここでは、a っていうのは1110ですから、マイナス1、マイナス1、マイナス1ってこう出てくると。で、ラムダですね。この縦棒が行列式を表しているということになります。で、これ、まあ、これ計算すると、まあ、行列式の計算の方法はいろいろまたこれもあるかと思いますけど、まあ、思い出していただくと、こんな感じで計算できるということですね。で、これはですね、またですね、で、これがイコール0になるようなラムダを定めるって言ってるんだけども、ここだけ見てみると、これは、ラムダに関する二次方程式になってます。だからやっぱりこれ解けるわけですね。で、解くと、ラムダとして2分の1プラスマイナスのところが出てきますと。
ということになりますね。で、これがですね、先ほどのその解法一つ目のところでやったような、ラムダ、同じ値が出てきているのは、まあ、偶然のようであって自然でもあるかもしれない。ちょっとそれは皆さん考えていただくとです、いいかもしれませんね。まあ、いずれにせよ、この行列 A の固有値が2つ求まりました。ので、まあ、小さい方をラムダ1、大きい方をラムダ2とすることにしましょう。ということにします。まあ、別に大きい方をラムダ1、小さい方をラムダ2にしても構わないんですけども、ここではちょっとそういうふうにします。そういうふうというのは、あと小さい方をラムダ1にします。はい。で、今、固有値が求まったので、求められたので、その固有値に対する固有ベクトルを、求めましょうと。で、固有ベクトルっていうのは皆さんご存知の通り、スカラ倍に対する任意性がありますので、まあ、そのスカラ倍の任意性を除いたなんか一つ求めればいいということになります。で、例えば、まあ、そのラムダ1に対する固有ベクトルを今、なんか XY と。V1 として、それ XY とすると、固有ベクトルっていうのは、まあ、この式を満たさないといけないと思います。で、ここから、線形方程式が作れますから、これを使って X と A を定めればよいということになります。で、まあ、これをやってもらえばいいと。で、これは、まあ、皆さん、固有ベクトルの計算法っていうのを、勉強したことがあると思うので、まあ、実際にやってもらえばよいということになります。まあ、これはだから線形方程式になりますから、だからこれ線形方程式なんだけども、いわゆるそのランク落ちしてる。だからこれ、その、これ、連立方程式なんですけども、だから解が無限にあるんですね。解が無限にあるので、そのうちの一つを見つけてあげればよいと。で、それ一つ見つけるとこんな感じになると。1マイナスルート5、2っていうものになると。ただ、先ほど言った通りですね、これそのスカラー倍に関する任意性があるので、うまいそのスカラー倍、係数を選ぶことによって、この V1 の形をですね、もっと後の計算がやりやすいようにできるかもしれないんですけども、ちょっとここではそういう工夫あんまりしていなくて、適当に選んでます。はい。で、これが今そのラムダ1に対する固有ベクトルの話でした。で、同じことをラムダ2にもやります。ラムダ2でも同じことをやってあげると、まあ、同じように、ラムダ2に対する固有ベクトルが一つ見つかるわけです。はい。でですね、これで何が嬉しかったかというと、今、この V1、V2 が見つかったんですけども、AV1 イコールラムダ1 V1 っていうのを満たすベクトル V1 と、AV2 イコールラムダ2 V2 っていうのを満たすベクトル V2 っていうのが見つかったわけです。で、そうすると、まあ、こういうことができる。いわゆる対角化っていうのができる。まあ、この場合はですね、対角化ができます。で、どういうことかっていうと、今ですね、U として V1、V2、だからこれは今、これ2×2行列です。V1 っていうのが、二次元ベクトル。V2 っていうのは二次元ベクトルですから、これは今2×2行列です。これは2×2行列です。これは2×2行列です。で、ラムダっていう、これラムダなんですけど、これラムダの大文字なんですけども、これはラムダとして、先ほどの固有値を対角に並べたもの。ラムダ1、ラムダ2の順番に対角に並べたもの。で、これも 2×2 行列ですね。やると、そうするとこれは U ラムダっていう、これ、定義できます。ですね。で、今これ U ラムダっていうのを見てあげると、どんな感じになってるかっていうと、U ラムダっていうのは、V1、V2、ラムダ1、0、0、ラムダ1、このことになってですね。だから、これ今ですね、この V1、V2 っていうのは、なんかブロック行列なんだなというふうに今こう思ってほしいわけです。第1ブロック、第2ブロックです。そうすると、これは、ブロック行列がどう計算できるのかっていうことを思い出してもらうと、これは、ラムダ1、これだから、ラムダ1、V1 っていうのが、第1列になっていて、ラムダ2、V2 っていうのが第2列になっていると。こういうような行列になるわけです。これも今2×2行列ですね。で、そうすると、これは先ほど言ったその固有ベクトルの定義から、これは AV1 っていうベクトル、1列目がですね。で、2列目が AV2 っていうベクトルになるわけです。ですか。で、これ A 共通してますから、前に出せると。AV1、V2 と。で、今、これ V1、V2 っていうのは U でしたから、AU とこう書けるわけですね。いいですか？つまり、U ラムダっていうのは AU と等しいわけです。いいですか？まあ、ここら辺も、まあ、その線形代数の復習ですね。で、今、これ U っていうのは、これ逆行列持つかどうか、これちゃんと言ってませんけど、これ逆行列を持ちまして、U の逆行列を左から、じゃ右からかけてあげると、これが得られると思います。これによって、だから今 U がこれですね、V1、V2 っていうの、なので、U のインバース、U の逆行列を分かれば、これ A をこの逆、別の形、U、ラムダ、U インバースという形で書けるということになります。
で、これはですね、何がいいかというと、この形はですね、A の累乗を求めるのに非常に適している。なぜかというと、今ですね、A の2乗、ちょっと待って、これ場所が良くないので、ちょっとやっぱり下の部分使いますね。で、今ここで書いたものをちょっと消しまして、なんでかっていうと、まあ、A の2乗っていうのを書こうとしたら、今この分解を使うと、U ラムダ U インバースかける、U ラムダインバース。U ラムダ U インバース。こうなってるわけです。で、これ、掛け算の順序を入れ替えると、こうなるわけですね。こう書きますと。で、今、U インバース U っていうのがあるんですけども、これは、逆行列の定義から、これは、単位行列になります。ね、そうするとですね、これは、U ラムダ、ラムダ、U インバースになります。だからこれは U ラムダの2乗 U インバースですね。ですね。で、ここにラムダの2乗出てきます。で、そう思うとですね、もともとこの A の2乗とか A の N 乗っていうのを計算したかったのに、ここにラムダの2乗が出てきて、2乗を計算したかったのに、また2乗が出てきちゃって困るじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけども、実は、別によくて、よくてというか、これは、何が嬉しいかというと、このラムダっていうのは、ここにあるように対角行列なんですね。対角行列。対角行列だから、行列書けない。対角行列なので、このラムダの2乗っていうのは簡単に計算ができるんですよ。例えば、ラムダの2乗っていうのは、この場合は、ラムダ1の2乗00、ラムダ2の2乗。こんな形になるわけです。だからこれ対角行列なので、ラムダの2乗は、その対角成分を2乗したもの。ラムダの3乗は対角線分をそのまま3乗したものって形になってきます。で、そうすると、この右辺っていうのは簡単に計算できるわけです。簡単に計算ができる。簡単に計算。で、同じように、A の N 乗っていうのを計算すると、このどんどんこうたくさん消えるってとか出てきて、結果的にですね、これは U ラムダ N 乗 U インバースという形になります。で、ラムダの N 乗、今言ったように簡単に計算ができるので、これはその対角成分をそのまま N 乗したものが出てくるという形になるわけです。で、これによって、この、U は今分かってます。で、U インバースが分かれば、ここで簡単に計算ができますねと。A の N 乗が簡単に計算できますねという仕組みになってます。で、実際に今 U っていうのは、こう先ほど作った V ベクトルを用いてこう書くと、こうなってますから、まあ頑張って、ここは頑張る必要があります。U の逆行列を求めるとこんな形になりますと。そうですね。ちょっとここの形がですね、汚いからちょっと嫌なんですけども、まあ、こんな形になります。で、あとは、分かってる U と U インバースとラムダ1、ラムダ2を代入してあげて、この行列積を計算してあげればよろしいということになります。で、まあ、実際計算するとこんな感じになると。これは U で、ラムダ N 乗 U インバースですね。で、まあ、こんな感じになりまして、で、今なんか、まあ、ラムダ1、ラムダ2はまだ入れてません。ちょっとややこしいんで。で、今これは 2×2 行列です。これ今 2×2 行列ですね。で、ちょっとこれを整理します。あ、で、整理はまだしなくて、で、こうなりますね。で、これで一応これ計算ができたということになります。N 乗。ということから、まとめると何かっていうと、先ほど言っていた、この、今解きたかった全化式における AN-AN-1 っていうのは、AN-2 の A の N-2 乗をかける A2H という形になります。ので、先ほど作った A の N 乗の N を N-2 に置き換えたものがここになります。で、この行列かけるベクトルと。A2H が32ですね。という形になっている。で、これ整理していきます。で、整理していくと、まあ、じゃあまずこれ、行列かけるベクトルなんで、ここにあるのはこれベクトルです。まず成分があります。で、ベクトルです。で、ベクトルなんだけども、これは、最終的に AN、AN-1 が何であるかってことを知りたいので、それが分かるような形に書き換えています。で、これ、下の形どうしてるかっていうと、このラムダ1の、何乗かっていうところ、ラムダ2の何乗かっていうところ、これが、上の成分は N になるようにして、下の成分は N-1 になるようにしています。で、そうするとですね、見事にこの計算すると、係数が揃うと。形になっていて、で、このことからよって AN っていうのが、10分の5マイナス3ルート5、ラムダ1の N 乗プラス10分の5プラス3ルート5、ラムダ2の N 乗というのが、N が3以上のところで成り立つということがわかります。いいですか？ということですので、ところで、まあ一応、まあ一般項みたいなものも求まったかなと。
あとはその N が1の時と2の時がどうなのかってことを、まあ、チェックする必要がありますけども、実は、この式っていうのは N が1の場合とか2の場合でも成り立つってことを、個別に確認できます。で、それ確認する必要があります。で、確認してもらうと、次のページの結論が得られると。したがって、N が3以上の時に、この式が成り立ちますし、この式は N が1、2の時も正しいので、ここに書かれているものが、その今欲しかった一般項を閉じた形の式になっていますということになります。よろしいでしょうか。はい。よろしいですか。はい。ではですね、これで、この線形全化式の解き方については、まあ、二つご紹介して、皆さんは、まあ、好きな、方で解いてもらえばいいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、どちらかというと、実はですね、その行列を使う方の、解法の方が、一般性があります。一般性があります。ので、それ次にもう一つお見せして、この線形全化式の話を、終わりにしたいと思います。で、何かっていうと、前回ですね、この、別のグラフですね、BN と、GN と HN っていうグラフがあって、まあ、どんな感じのグラフだったかっていうと、GN っていうのは、なんかこういう、二段の格子になってるグラフですね。こんな感じ、これ GN でした。で、HN って言ってるのは、それのその端が欠けたグラフでした。どちらもこれ N か5の場合ですけども。で、この、独立集合の総数っていうのを表す整列に対して全化式を作るということをやりました。そうすると、BN を表す式の中に CN が入ってきて、CN を表す式の中に BN が入ってくるという、こういう形になってるっていうことを、ご紹介したんですね。で、これを解いてみようと思います。だからこれはですね、どちらかというと、その BN と CN の、一般項を同時に求めるって形になるわけです。で、これはですね、行列を使うと非常に分かりやすくなります。どうするか。今ですね、BN と CN っていうのを、この組にしたベクトルを作りましょうと。で、それを、この上の、この2つの式から、作り出すとします。で、N が1の時には BN は3で、CN は1、2なの、2なので、B1C1 は32っていうベクトルになります。ではですね、この下の方の式から、この BNCN と BN-1、CN-1 の関係を行列を使って表してみようかなというふうに思うんですけども、一つまず問題があって、何かというと、BN を定義する式の右辺を見ると、CN っていうのがあって、これは、BN の添え字 N と同じ N が出てきているので、添え字がですね、減ってないんですね。減ってない。ので、このような形でですね、このままでは書けないと。これ左辺の添え字は N で、右辺の添え字は N-1 なので、このままでは書けないということがあります。で、そのためにですね、まずこの、式を書き換えてあげる必要があります。で、どう書き換えるかっていうと、今、N は2以上なので、CN に対してはこの下の式が成り立っています。成り立っています。だからそれを使うとですね、CN は BN-1 プラス CN-1 と書けるわけです。これ式全体こういうふうに書けるということになります。ですね。で、これ整理すると、BN-1 プラス 2CN-1 と、こうなるわけですね。で、これ使いましょうと。で、そうすると、BN は BN-1 と CN-1 の式で作られているということになります。ね。で、実際にですね、ここの式、今これ行列で書いてますけども、これ、第一成分と第二成分見てあげると、第一成分は BN イコール BN-1。ここかけるここですね。の内積ですね。だから、プラス 2CN-1 になっていて、ちょうどこの式とですね、同じになっているとなります。で、第二成分の方はどうかっていうと、第二成分の方は11と BN-1CN-1 の内積なので、CN イコール BN-1 プラス CN-1。こうなると。そうするとこれは、まあ、ここの式と同じ。という形で、ちゃんとこの行列とベクトルを使って、上の、全化式が表現されている、表されているということがわかるということになるわけですね。で、そうすると、あとは先ほどの、AL の場合と同様な、ことを行って計算していくと。つまり、このですね、1211という、行列の N 乗何なんだろうってことを求めることによって全体の話が進んでいくということになります。で、まあ、実際にやっていただくと、こんな形になるはずです。ちょっとこれは演習問題ですね。なので、まあ、同じようにやっていくってことの、まあ、練習だと思って実際にやってみてください。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃこれでです。これでですね、この線形全化式の話は、終わりになります。じゃ次いきます。
では次、全括期より上階を導出する方法、そのアルゴリズムの計算量とかの話ですね、をやっていきたいと思います。はい。これ前回出てきていたアルゴリズム A というもので、これはそのファンクトという、関数というかアルゴリズムなんだけど、その中でこの A という字を、画面に打ち出していくわけです。で、その出力される A の数というのを表す全括式がこのように書けますということを前回やりました。前回やりました。で、これはですね、これイコールで、作っている全括式なので、これもですね、先ほどと同じように、厳密に解くこともできます。厳密に解くこともできますけども、ここではそれはやらないことにします。なぜかっていうと、これは、割と簡単なアルゴリズムなので、その出てくるですね、A の数っていうのを厳密に求めることができるんですけども、そうでない場合っていうのもあるわけです。で、こんなに単純でなくって、何かその計算量とかですね、その手間を数えるというときに厳密に数えることができない場合っていうのもあるわけです。で、そういう場合には、我々、このイコールじゃなくて、なんかその不等式の形でですね、この全括式のようなものが得られるっていう形になります。その時にはですね、上階しか求められなかったり、上階で十分な場合っていうのもあるので、ここでもその練習として上階を求めるってことをやってみたいと思います。はい。じゃあどうやってやるか。まずですね、これはですね、先ほど扱っていた線形全括式に近いんですけども、ちょっと違いがあってって何かというと、ここにそのプラス1っていうのがある。で、これがですね、厄介なんですね。なんでかっていうと、先ほどのその、行列のようなイメージを持ってもらったときに、先ほどのその行列っていうの書き方では、xn イコール a、xn マイナス1って、こういうふうな形をしてたわけですね。で、こうなっていたからこそ、この a の n 乗っていうのを求めることで、全てが終わっていたわけです。でもですね、ここでは何か、このプラス1ってついてるんです。だからそのベクトルで言うと、だからこれプラス、なんか定数ベクトルなんかついてるというような感じになってるわけですね。で、これがついてるだけで、話がですね、途端にややこしくなります。途端にややこしくなります。で、初めにやるのはですね、まずこれを消す ということです。で、それをやっていきます。まずその定数項を取り除くってことをやります。で、そのためにですね、ここではですね、両辺に1を足すってことをやります。先ほどのですね、全括式 fn イコール1プラス fn マイナス1プラス fn マイナス2だったんですけど、これの、両辺に1を足します。そうするとこうなりますね。出したものがここです。で、そうすると、これ何がわかるかっていうと、こういうふうに書き換えられるわけです。当たり前のこと書いてますけども、これは fn マイナス1プラス1と fn マイナス2プラス1に分けられると。そうすると、これは fn プラス1っていうのを一つのものだと置くと、それの n を n マイナス1、n マイナス2に置き換えたものだというふうに考えることができるわけです。で、そう思う。つまり、今この fn プラス1っていうのを fn プライムと置くことにします。で、そうすると、と戻りますね。もともと fn は1だったので、fn プライム、fn は n が2以下の時に1だったので、fn プライムはこれに1を足したものが、n が2以下の時の値になります。で、n が3以上の時には上の式から fn マイナス1、f プライム n マイナス1プラス f プライム n マイナス2となります。ちなみに、ちょっとここで重要なこと言っておこう。これ今、f プライムを私読んでますけども、日本人はですね、これをですね、f ダッシュと読みがちです。で、どうしようかな。まず先に言うのは、ですね、普通、これ、英語としては f プライムを普通は読みます。で、英語として f ダッシュと読んでもこれ通じません。ダッシュっていうのは、こういう記号、横棒の記号を表すので、その f ダッシュ、その、あの、えっと、を、その、そのまま言葉の通り、書こうとすると f ダッシュ、こうなってしまいます。で、これはもちろん、日本人が表したいことを表していないので良くないんですけども、ただですね、和製英語としてはなぜかこの F ダッシュというふうによく言われるんですね。で、これは困るんですけど、困るんですけど、だから、困るとしてだけ言っといて、私は、F プライムと呼んでますと。で、それは、英語ではそう読むからです。はい。
だからまあ皆さんもですね、多分そのプライムという方がいいと思うんですけども、やっぱりなんかなぜかこの変な和製英語がですね、はびこっていて、まあ困ることもあると思うんで、そういうことがあるんだってこと自体は、ちょっとここでお伝えしておきます。これは F プライムです。はい。それで、余談は置いといて。で、これをですね、まあ、解くってことはできるわけです。なんでかっていうと、これは今もう線形全化式になってますが、これは、これ厳密にですね、この FN プライムなんだかってことはわかることになります。で、それやってもいいですけども、これやりません。で、一つ重要なのは何かっていうと、この置き換えによって、FN と FN プライムのオーダーは同じ、変わらないと。のオーダーは同じ。だからその、増加スピードですね。増加スピードは変わらない。このプラス1だけの差しかないので、増加スピード、オーダーは同じです。だからその、まあ、計算量的な意味で言うと、そのオーダーを知りたいっていうんだったら、この FN プライムの考えは十分ですということになるわけです。同じことですね。オーダーは同じ。で、今言ったように、この FN プライムの、一般項を求めてもいいんだけども、ここではそうせずに、この FN プライムの上階、つまり FN の上階を求めると。ということをしていきます。上階を求めるためにどうするか。今からやるのは上階を導くということをやります。で、やるのは実は先ほどと同じで、特性方程式を解きます。特性方程式を解きます。そうすると、まあ、今、この、N-1 プラス N-1 ってこういう形になっているので、特性方程式これですね。これ先ほどと変わらないんですけども。で、これは、つまり、だから、方程式としては、ラムダの2乗イコール、ラムダプラスって、これ出てきます。そうするとですね、注目しているのは、この2次方程式の正の解です。実はですね、この手のとかっていうと、ちょっと、曖昧さがすごく高いですけども、この手のアルゴリズムから出てくる、こういう線形全化式の特性方程式を解くと、正の解がただ一つしか出てこないってことがよく起きます。で、その正の解だけに今から注目します。まあ、特にその正の解がまあ複数あったとしても、正の中で一番大きいものですね。一番大きいものに注目します。で、まあ、細かいことというか、今いろいろ厳密な議論はできるんですけども、で、厳密議論はここではしません。まあ、これを解くと、まあ、この例の場合には、この解くと、正の解が一つしか出てこないことがわかるので、それを使うという立場になります。で、一般論としては、デカルトの符号規則っていうのがあるので、まあ、それを、まあ、調べていただいたり、使っていただいたりすると、まあ、一般的な議論ができるということになります。まあ、もう一度言うと、この例の場合には、この、2分の1プラスルート5っていう、解が、この、二次方程式から得られて、それがただ一つの正の解になります。で、正の解が出てきたら、これでほぼ終わりです。なぜかというと、このことから実は結論として、FN プライムのオーダーがラムダの2乗になるということがわかります。O で、O の意味でラムダの2乗になるということが、実は直ちに言えます。直ちに言えるんだけども、これじゃあなんでこれ直ちに言えるのかってことを、この例の場合に沿って、紹介していきます。なぜか。だからこれはつまり、2分の1プラス、ルート5の N 乗のオーダーで上から押さえられるということになります。で、なぜかというと、今からこれが証明できるからです。最後にやってほしいことはこれですね。数学的機能法によって不等式を証明することです。で、何かというと、今はですね、この、証明したことは、まあ、これなわけですね。ラムダの N 乗のオーダーで増えていくってことなんだけども、まあ、これ、適当にこの、まあ、係数を決めてあげる必要があって、で、係数がこれ頑張ってですね、うまくいくものを、見定めます。見定めます。はい。で、この場合、まあ、2を持ってくると、まあ、うまくいくんで、2でやります。まあ、別にこれ2じゃなくても、2じゃなくてもいいかもしれませんけども、まあ、2で十分なので、それでやっていきます。で、どうするか。これはですね、いわゆるこれ、三交換全化式なので、まあ、数学的機能法で証明しようと思ったときには、初めのときにですね、N が1の場合と2の場合をやる必要があります。まあ、これもですね、FN プライムが2であるのが N が2以下の時なので、まあ、それに従っていると思ってもらっても構いません。N が2以下の場合が、初めの基礎段階、規定段階になります。規定のステップになります。で、N が1の時、じゃあこれで何足すかって言われると、左辺の N に1を入れると、F1 プライム、これ2です。ですね。で、一方、じゃあ右辺の方どうかっていうと、ラムダは今2分の1プラスルート5でした。の1乗を考えますね。N1 だから。で、これ、計算すると1プラスルート5になりまして、2と1プラスルート5を比べると、1プラスルート5の方が大きいから、
確かに右辺の方が大きくって成り立ちますね、ということになります。はい。じゃ N が2の時どうでしょう。これもやる、同じようにやりますね。N が2の時には、左辺の方は2で、右辺の方は、まあこれ計算してもいいんですけども、まあ、2乗したものは1乗よりも大きいんで、同じように右辺の方が大きいということになります。いいでしょうか。で、これでその初めのステップを終わりです。で、次にその機能法を進めていきます。で、機能法を皆さんですね、証明として書くときには、必ずですね、その、機能法の過程と、その機能法の過程を使ってですね、何を証明していくんだってことを初めに宣言してほしいんですね。で、これやらない人割といて、これやらないがために、その証明という文章の構造がわけわかんなくなるってことがよくあります。ので、書いてください。で、今、何かっていうと、2以上の自然数が FK プライム、F プライム K かな。F プライム K が2のラムダ K 乗以下であることと、F プライム K マイナス1が2ラムダ K マイナス1乗以下であるってことを満たすと仮定します。だからその2つ前の部分を仮定してるんですね。で、それで証明するのは何かっていうと、この素有値が K プラス1の時に成り立つことです。これを証明します。で、だからこれを証明するってことが頭にあるので、この FK、ん ?F プライム K プラス1から始めて、それが右辺の、2ラムダ K プラス1乗以下になるんだってことを最終的に示すんだっていう流れになるんだってことが、読書に伝わるんですね。で、そう思って今からやっていきます。で、まずですね、この F プライム K の定義。で、K は2以上ですから、K プラス1は3以上です。ね。K プラス1は3以上です。で、これは重要で、K プラス1は3以上だから、これが使えるんですね。で、こういうこともちゃんと書く。ってなわけって何かというと、この K の範囲がどこであるかによって、これが使えるかどうかっていうことが、これ決まってくるわけです。で、こういうことをちゃんと書くっていうことは、K が2以上だから、これが使えるんだということをちゃんと書くということです。で、これが言えます。で、F プライム K と F プライム、あ、すみません、FK プライム。じゃあ F プライム K と F プライム K マイナス1に対しては、この機能法の仮定が使えますから、それを使いましょうと。で、使うとこういうふうになります。で、今、2は共通してますから、ラムダ K 引く1乗も共通してますね。なので、それを、くくります。この感じになります。ちょっとこれ、ラムダプラス1が出てきます。そうすると、もともとラムダっていうのは、ラムダ2乗イコールラムダプラス1っていうのを満たしていたわけなので、このラムダプラス1っていうのはラムダ2乗になります。ですね。ラムダが特性方程式の書いてあるからですね。で、そうすると、これは、これは、ここですね。これ整理すると、ラムダ K プラス1乗になります。これ欲しかった右辺ですね。ということで、これ証明終わるわけです。ですかね。という形で、これ証明おしまいですけども、証明おしまいで、で、これによって、先ほど言っていた帰結ですね。この FN っていうのは、このオーダーになってことが言えるということが分かりました。よろしいですか？で、まあ、こんな形で、まあ、上階に導けるということになります。で、一応、ま、そのオーダー記号ですね。まあ、忘れてる人に対してちょっと一応復習をしておくと、オーダー記号はこういうものでした。で、ですね、なんだろうな。このオーダー記号っていうのも本当に、誤解が多いもので、正確に理解してる人も、どれぐらいいるのかわからない とか言うと怒られるかな。私自身正確に理解していないのかもしれませんけど、まあ、それ置いといて。ここでは、if の値を取る単調非減少数列に対して定義しています。で、こういうふうにすることによって、まあ、これ、この、この、この、これの場合限定することによって、割といろんな話は簡単になるんですけども、これがね、なんかこの単調非減少じゃなかったり、負の値を取ってもいいとかってやることを許すとですね、ここら辺のですね、書き方がだいぶ変わってくるんですよね。なので、まあ、ここでは、if の値を取る単調非減少数列というふうにしています。で、これが an と bn があって、an が o、bn である。っていうのは何かっていうと、気分で言うと、これですね。数列 AN の増加率は数列 BN の増加率以下である。以下である。ってことを表す、式です。だからこれは、そもそもこのオーダー記号っていうのはそういう意味で上階を表しているわけです。上階を表しているです、ね。ものなので、それにまず注意してもらって、で、それはその、ある、定数、正の実数 C が存在して AN が、CBN 以下であるってことが、十分大きな n に対して言えるということです。で、十分大きな n ってのは何かっていうと、ある自然数 n0 が存在して、その n0 以上の自然数
N に対してどれもこの式が成り立つということを表すのがオーダー記法、特に O 記法の定義です。だから、O 記法以外にも、オーダーを表す記号っていうのは、オメガとかですね、シータとか、あとその、小文字の O とか小文字のオメガとかですね、そういうのもあるんですけども、これ全部意味が違うんですね。で、全部意味が違って、ここら辺をちゃんと使い分けるってことは、理算数学において非常に大事なんですけども、それはまあちょっと、ここでは、範囲外というか、お伝えしたいことは違うので、これぐらいにしておきたいと思います。まあ、これは復習なので、忘れてるとか、あんまり理解がおぼつかないなっていう人はもう一度見ておいてください。ではですね、次に進んでいきます。ですね。前回ですね、ユークリッドのアルゴリズムの計算量を算定しますと言ったときに、まあ、こういうような不全化式を作りました。で、これはもう、もともとここにこの不等式が入っているって、こういうような形の不全化式ですね。で、だからここから導かれるのは GN の上階でしかありません。GN そのものをピタッと求めるということができないんですね。だけども、まあ、これをそのなんか上階をうまく求めたいと思います。で、どうするか。だから、まずこう探るわけですけども。で、だから、何がまずまずいかっていうと、先ほどの、今日の授業のですね、一番初めにやった AN っていう数列があったんですけども、そこでは、AN イコールなんとかっていう形で、全化式が作られていたので、プログラムを作ってですね、AN っていうのは実際にどういうふうに、増えていくのかってことを、探ることができたわけです。でも、この場合はですね、この全化式は、この不等号がついているので、GN をぴったりですね、そのプログラムを使って求めるということも、この式からはできないわけです。この式からは。ということが、ちょっと困るので、そういうその、まあ、プログラムを使ってちょっとやってみたいなと思うので、まず、この不等号を、ちょっと仮に、イコールに置き換えます。これは、この探るためにだけにやって、探るという目的のためだけにやってると思ってください。だから実際はこれイコールではありませんけども、イコールに置き換えて探るっていう、ことをやってみたと思います。で、もう一つ。今ですね、この N があったときに、この右辺では2分の N の小数点以下切り捨てという部分が出てきて、これがすごくややこしいので、これを、N が2のべき乗の場合だけ、だからその2の形乗とかける場合だけ考えることにしましょう。で、そうすると何がいいかっていうと、左辺の N、これが2の形乗の時には、この2分の n の切り捨て、小数点以下切り捨てっていうところの、その小数点以下がこれ必ず0になるんですね。2分の n 必ず2の形引き1乗になります。で、それはその、この再起を繰り返していってもずっとそうなります。ってことなので、そういう場合だけ考えましょうと。で、そうするとどうなるか。今ですね、この n が1の場合、つまりですね、これ k が0の、k が0の時、n は2の0乗だからこれ1なんですけども、で、の時に、g、n はどうなるかっていうと、これ g1 なんですけども、これは、わかんないです。だけども、ここの今、式があって、この不等式をイコールだと思うと、これは2プラス g の、2分の1の切り捨て、こうなりますね。これ、上に書いてあることと同じですけども。で、これは、g プラス、あ、2プラス g0 だから、これ3になると。ということになります。だから、まあ、この時には、k が0の時には gn3 になると。ですね。じゃ、一般的にどうかっていうと、g の2形乗は、イコールどうなるかっていうと、2プラス g の 2k マイナス1乗になると。こういう形になるわけですね。で、これで、だからまあ今、この上に書いてあること、ちょっと待ってね、ずらしますね。ずらして。まあ、上に書いてあることを書き直すと、これは、G1 が3と、こんな感じで、G1 って書かない方がいいかな。G の2、G2 の0乗と書いてある。G2 の0乗。これですね。これが3であると。こんな感じになってます。で、これで、だからこれはその全部これイコールになってるんで、この K に関する全化式だと思うわけですね。で、例えば、今、G プライム K を G の2の形乗と置くと、これどういうふうになるかっていうと、G の20乗。これは、G プライム0になります。G プライム0。で、これが3だと。で、下の方は G プライム K がイコール2プラス G プライム K マイナス。こんな感じなわけですね。
で、こうすると、まあ、これはそのコンピューターでも、求められますし、もうこれ、等差数列なので、まあ、皆さんもその一般項、この K に関しては簡単に求まるということになります。で、ちょっと次のページ書いてみます。こんな感じですね。今これ、同じものですね。こういう図に化し得られて、これは等差数列だから、ここからこの G'K というのが求まります。ですね。で、これ下に書いてあるのは何かっていうと、この前のページの、この部分ですね。この部分の、不等号をイコールにしたら、その時点でプログラム作れますので、それでプログラム作って書いたものです。で、書いたもので、求めたらこんな感じになったと。で、これは横軸が N で、縦軸が GN なんだけども、GN でこれイコールにしたものなんだけども、この横軸が対数字がなってます。ね。こっち対数です。N の方が対数軸になっていて、縦は普通です。ですかね。で、そこにおいて、これはこう直線になってると。こんな感じなんですね。直線上になってると。こんな感じです。これなんでしょうね。これ10万まで。違うな。100万から100万まで計算してます。これすごいですね。これちょっと、これ100万まで計算してるためにですね、このファイルがちょっと重いかもしれません。大きくなってるかもしれませんが、それまあじゃあ置いといて、つまりですね、これがだから直線上になってるということは、これは、だから、GN イコール A かけるログ中 n プラス b。こんな話になってるんだと。いうことがなんかその、推測できるわけですね。推測できる。で、実際に、n が2の形状という形をしていることだけ見ると、まあ、こんな話になってると。この等差数列を解くと、g'k イコール3プラス 2k になっているというかですね。で、先ほど言ったのは、これ、g の2の形状を g'k と置いていたわけだから、ここからわかるのは何かっていうと、g の2の形状っていうのは3プラス 2k で、ここですね。で、今、2の形状を、n としてるわけなので、つまり、まあ、これは g の n っていうのが3プラス2かけるログ2の k かなっていう、こういうことなんですよね。あ、これ k じゃない、n です。ログ2の n かなっていうふうに消えない。入れてほしいんですけど。あ、消えた。ログ2の n でかけるかなって、まあ、このままが推測、これ推測ですけども。こういうことかなっていうふうに思えるわけです。で、これでまあ推測おしまいですね。で、実はこの青い線。青い線っていうのは実はこの3プラス2ログに n を引いてます。で、このすべてのこの紫の点っていうのが、この青い線以下になっているので、まあ、この3プラス2ログに n っていうのが上階として妥当なものかなっていう、まあ、気がしてくるわけですね。で、実際にじゃあそれを証明しましょうということをやってみます。つまり今からやるのはこれです。これです。gn が3プラス2ログ2 n 以下であるってことが、1以上の任意の自然数 n に対して成り立つってことを言います。一応ですね、ログ2 n とかっていうふうに言ってるので、n が0だとですね、ちょっと困っちゃうんで、n は1から始めてます。で、これが証明できれば、gn っていうのが、ログ n のオーダー以下だってことがわかると。もし言いますか、O 記号っていうのは、オーダーがこれ以下だってことを言う記号ですね。なので、これが言えるということになりますので、これを証明すると。で、これはまた数学的な方法を使ってやっていきます。ですか？もう一度、いいですね。これやっていきます。で、まあ、数学的な方法でやっていくので、まず n が1の時からやりますね。で、全化式から g1 っていうのは先ほど言った通り、これ3以下です。だから、ここは3以下です。じゃあ実際にこの右辺の方はどうかっていうと、n に1を入れると、これ3になります。で、g1 は3以下で、これが右辺と等しいので、これですね。等しいので、で、これ左辺。なので、左辺は右辺以下だということが成り立つということになります。で、これがその、初めのところですね。基礎ステップです。で、ここで、証明を続けてくれて、機能段階に移っていくんですけども、ここでもう一度先ほど言った通り、機能法の過程と、それを使って何を示すのかということをちゃんと言うと。で、気分としては、任意の自然数ですね。1以上の自然数 k を考えて、k プラス1のところに成り立つんだということを証明したいということになります。で、何を仮定すべきか
なんですけども、もともとのですね、ちょっと、電化式を見てみるとこれですね。左辺の n が右辺では2分の1されることがあるわけです。ってことは、n-1 のとこだけ、まあ、先、次の、k と考えているので、k-1 のとこだけを、仮定するのでは不十分なんですよね。で、ここでは、その、今、任意の自然数 k っていうのを考えたら、k に至るまで全ての自然数で成り立つということを仮定するっていう、いわゆるですね、累積機能法というものですね。をやるということになります。だからここでは、k、任意の自然数 k、1以上の k を考えて、k 以下の自然数 l 全てに対して、この不等式が成り立つということを仮定します。こういうのその累積機能法とかっていうふうに言ってましたけども、それをやります。で、そうしないとうまく、その機能法の仮定が使えなかったりするんですね。今後。あ、それをやります。で、証明するべき不等式は、この n が k プラス1の場合です。で、これやっていきます。で、ということなので、この左辺からまずスタートすると。で、初めのところ、これはですね、gn の定義です。定義式の、下の方ですね。で、これも、k プラス、k が1以上なので、k プラス1が、2以上だから使えると。いうことになりますね。ちょっとすみません。これは別にいいのかな。1でもよかったかな。1でもよかったですね。1でもよかったから、ちょっとこれは、こうだから使えるってことにはなりませんけども、でも一応まあ確認はしました。k プラス1は2以上だから、使えるとなります。はい。で、今ですね、ここでその2分の k プラス1の小数点が切り捨てっていうのが出てきてるんですけども、今ですね、この、2分の k プラス1の切り捨て、小数点以下切り捨て。これは必ず、これは k 以下になります。いいですか？なので、機能法の仮定が使えます。機能法の仮定を使って、この後ろの部分が、これですね。これ以下になると。ですよね。という形になります。はい。で、この今、ログ2の中に、この切り捨てがあるんですけども、このログ、対数関数っていうのは単調増加関数なので、この切り捨てを外すと、この不等号が得られます。いいですか？はい。で、そうすると、このログの中身、これは、簡単にできます。何かっていうと、ログの中身、まあ、この中真数と言ったかもしれませんけども、この部分が2分の何とかなので、これはその何とかマイナスログ2になると。ということですね。ちょっともし、忘れてる人のために書いておくと、ログ b 分の a っていうのは、ログ a マイナスログ b ですね。で、それを使いました。で、ログ2の2、これは1です。だから、5プラス2かけるマイナス1。これ3になりますね。3プラス2、ログ2、b プラス1になる。で、これは実は、証明したかった右辺に等しいとなりますね。ということで、不等号を得られました。ということで、証明おしまいということになります。よろしいでしょうか。だから、結論としては、ユークリッドの誤乗法を、オーダーログ N 以下で動きますということになります。はい。では、最後にですね、ここまでで、その一応、まあ、今日の内容って大体終わりなんですけども、次、この母関数って話は、次回の内容につながっていくものになるので、あと15分ぐらいで紹介するということになります。はい。ですね、数列に対して、その母関数という一つの関数をですね、定義できます。で、ここでは、まず定義しますね。数列 a0 点点点の母関数とは、このべき級数、これですと。なんでしょうと。で、これは何かというと、x の n 乗っていうその項があるんですけども、その項の係数が an ですと。で、それを n が0から無限大まで足し合わせましたという、こういうものです。こういうべき級数のことを、この数列の母関数と言います。はい。で、これ定義なんですね。で、まあ一応 x はまあ複素数だと思ってください。複素数だと思ってください。はい。まあ記号だと思ってもらってもいいんですけども、複素数だと思ってください。で、いろんな注意があります。まずですね、この数列と言ってるもの。これはですね、0から始まる。これ非常に重要です。この母関数を考えるときに必ず数列は0から始めます。先ほどまではですね、数列1から始まったり、
それ自体ですね、1から始まったりしていたんですけども、この母関数を考えるときに必ず0から始めます。で、これは重要です。これ重要です。はい。で、だからそういう意味では、今まで扱ってきた数列はちょっと扱えないかもしれないっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、その扱い方は次回やります。で、0から始まる数列を対象にすると。で、もう一つはですね、これ今これ、べき級数だから、これ、その、なんか無限話なので、これはですね、収束しないかもしれないわけです。収束しないかもしれないわけです。で、収束しないとですね、これ困るんですね。いろんなところで。今、以後困ります。ので、今後ですね、このべき級数は、もうすごくいい形で収束する。もう、いろんなことができるように収束する。まあ、例えば、絶対収束する。まあ、絶対収束なんだかってことを忘れてる人は、有限話と同じような操作ができるぐらい収束すると思ってください。はい。なので、まあ、いろんな操作、今からその微分したりですね、積分したりするかもしれませんけども、そういうことができると、個別にできる。ということを、まあ、仮定します。まあ、で、まあ、特に収束する。だからこれ存在する、そもそも。ってことは、仮定します。だから仮定するんで、だからこの X っていうのは、まあこれ複素数だというふうに言ってるんだけども、なんかこの複素数っていうのは、まあその非常に小さい。非常に小さくって、もうこれもう本当にもう、収束するんだというふうに思ってください。全然説明になってませんけども、まあそういうふうな形で、扱うということになります。はい。で、まあそういうふうに収束するんで、今まで皆さんが勉強してきた微分積分とか解析学とか、複素関数の知識が、この力級数として使えるということになって嬉しいですね、ということになりますね。言いました。でですね、これ今、この数列の母関数って言ってるんですけども、これ実はですね、デジタル信号処理では Z 変換と呼んでいるものと同じです。デジタル信号処理って何かっていうと、まあ、気分で言うと、まあ、時間発展したときに、例えば、なんかその信号の、強度とかって言っていいかどうかわかんないですけど、まあ、その強度みたいなものが、その時刻なんか0、1、2、3、4、5、6とか、こういうふうに、移ろゆくたびにですね、その信号の中強度がこういうふうになんか、なんかでこう、観測するところが現れてくるわけです。こんな感じでね。そうするとこれはですね、まさにこれ数列なんです。だから今までですね、初回の授業、第1回の授業とかで、数列、自然数列を見たら、数を数えているように覚えなさいっていうふうに、言ったんですけども、もう一つの捉え方としては、その数列っていうのは実は、その信号が、その時刻を通してですね、どんどんこう生まれていって、その何かその、強度じゃなくてもいいんだけども、何かその観測値をなんか表しているんだっていうふうな捉え方もできるわけですね。で、まあ、その場合には、この N っていうのは、この N って何か、N っていうのは、その時刻を表すことになるんですけども、そういうふうな捉え方もできますと。で、そういうものをですね、このような形で書くと、その信号のですね、その一点一点の、その観測値だけじゃなくて、それをですね、なんか、総括した全体をですね、一気に表すような形のものが、一つポンと出てくるという言い方になります。で、そういうのをその Z 変換と呼んでいます。で、これはですね、デジタル信号処理においては非常に大事な役割をします。この、Z 変換を見ることによって、この信号のいろんな性質がわかるということになったりしますので、重要なんですけども、この授業ではこのデジタル信号処理の側面は全然やっていきません。だからどちらかというと、その数列とかその数え上げ組み合わせ論のですね、側面から、この母関数、Z 変換を扱うということになります。だからもしかしたら、だから私はあまり詳しくないんだけども、この Z 変換の側面を使って、この組み合わせ論とかっていうのを考えていくと、なんかいいことが生まれるかもしれないですね。で、実際そういうことあると思うんですよね。まあ、そういう子は、私もあんまり詳しくないですし、まあ、この講義の主眼ではないので、皆さんぜひ、興味があったら勉強してみてくださいということになります。はい。で、これが母関数の定義です。で、じゃあ今からちょっとですね、実際にその、まあ、いろんな、数列に対してこの母関数っていうのはどんな形をしているのかってことを見ていきましょう。はい。例えばですね、11111とずっと1が続くような数列の母関数なんでしょうと。だから22の自然数 n に対して an イコール1とすると、じゃこの母関数どうかけるか。そうすると、これ今、これ an イコール1なので、これはその x の n 乗の割になります。で、今これがですね、収束すると仮定すると、これはですね、1マイナス x 分の1とかかけるってことは、これ皆さんご存知だと思います。ですかね。だから、これは、
この母関数が 1-x 分の1です。だからこれはですね、先ほど x はこう複素数と言ったんだけども、これは見方によっては x を変数とする関数と思えるわけです。ですか。だからまあそういう意味でまあ母関数というふうに言ったりすると、だからそういう意味で関数なんですね。関数なんですね。うん。で、だから、この数列の母関数が 1-x 分の1ですと。特にこの有理関数になるということですね。じゃ同じように、こんな感じ。1、2、4、8、16、13、12、64。これはその2の n 乗っていう数列ですね。この場合とどうなるか。同じように an のところに2の n 乗を入れてみます。そこになりますね。2n 乗 xn 乗になりますね。で、この 2n 乗 xn 乗っていうのは簡単にすると 2x の n 乗になります。そうすると、この上の式のですね、この x が 2x に置き換わったものになっているというふうに思えるわけです。ということは、これは、まあ、これ収束すると仮定すると、これは 1-2x 分の1になるということですね。だから、この2の n 乗という数列の母関数は 1-2x 分の1ということになります。だから、同じようにですね、アルファ n 乗っていうような数列があったら、その母関数は 1-αx 分の1になります。いいでしょうか。これが例1ですね。じゃあ、ちょっと次のもう少し、細かい例というか、ややこしい例やります。0、1、2、3、4、5、6、7っていう、こういう数列ですね。だから、an イコール n っていう、こういう、まあ、これも単純な数列ですけども、この母関数考えてみましょう。で、そうすると同じように、an のところに、また n を入れてあげればいいわけです。だから、この mx の n 乗。この側は何でしょうと。で、これちょっと扱いにくいですね。で、ここではですね、いきなりちょっと x の n 乗と n っていうのをじっと見てですね、こういうふうな試験形してみましょう。これは、x の n 乗を微分したものに x をかけたものだと思いましょうと。なんでかっていうと、これなんでらしいかというと、この部分の微分がですね、これやってみると、これ n かける x の n-1 乗になります。ですか ?n-1 乗になります。ということは、それに x をかけると、ちょうど x の n 乗になるわけですね。ですか?ということで、これ正しい等式です。正しい等式です。ですかね。で、どうするかっていうと、ここで。今ですね、この微分があるんですけど、まず、この x は n に無関係だから、この和の前に出せます。で、微分があるんだけども、今、この、収束すごく良くするっていうふうに言ってるんで、この微分は、この、和の前に出せます。こんな感じですね。だからこの x の n 乗の和を微分するっていうふうに思ってもらえるということになります。でですね、そうすると今、ここのですね、和。これは、またこの収束するというふうに言ってるんで、これは 1-x 分の1だっていうふうにさっき言ってました。ですね。こうなります。じゃあですね、あと分かればいいのはこの 1-x 分の1の微分です。で、これは微分してあげると、普通にとは言っちゃいけないけど、これは 1-x 二乗分の1になります。ので、x かけてあげると 1-x 乗分の x という形になります。つまりこれが、an イコール n という数列の母関数になります。いいですか?ちょっと、なんか技巧的な変形をいろいろとなんか知ってるかなっていう気はするんですけども、まあ、追ってもらえばわかると思います。いいですか?うん。だからまあそう思うとですね、このようななんか単純な、数列の母関数も求めるのは大変かなっていう気がするんですけども、まあ、これをこう今、一応まあお見せしたんで、まあ、慣れてくればわかるかなという気がします。いいでしょうか。はい。じゃあ次ですね。じゃあ、今のを組み合わせて、例えばこの 3n プラス1ってこういう数列があったらこれどうでしょうと。今、an に 3n プラス1を入れます。で、今じゃあ、これはですね、分けます。ただ、こう線形するときに分けます。こうなんで。3×nxn 乗プラス xn 乗と、こうなんで分けます。そうすると、この2つ、今、無限和があるんですけども、これは、どちらも、もう、この母関数知ってるもの、この無限級数なんだか、我々はもう知っています。前のページやったから。それを入れてあげると、前の部分が 1-x 乗分の x。後ろの部分は 1-x 分の1。で、まあ、これで一応、この 3n プラス1という数列の母関数かけたと。いうことになりますけども、まあ、もう少しちょっと整理しますかね。で、整理するとこんな感じになると。例えば、通分ですかね。通分をすると、1-x2 乗で通分しましょうと。そうするとこんな感じになると。1-x2 乗分の 2x プラス1。まあ、別にこの、まあ、通分する必要があるかと言われると、まあ、ないかもしれませんけども、ここではやってみました。はい。で、こんな形で、まあ、こういうような、まあ、だからこれ、等差数列ですね。等差数列の、
母関数も、このように求められるというのになります。で、今ですね、やってきたことは何かというと、数列があったときに、そこから、母関数を定めるっていう、こういう方向だったわけです。で、次回やるのは何かっていうと、母関数から数列を定めるこっち側をやります。これやります。で、どういうことかっていうと、実はですね、前化式を見ると、前化式から自然に母関数が出てきます。これはなんで自然かと言われると、パッとわかんないかもしれませんが、これ次回でやります。で、その母関数を通して数列を、の一般項を、まあ、求めましょうということをやるということになります。だから、皆さんですね、応用数学第一とかですね、そういう授業を取るとですね、ラプラス変換ってやったことがあると思うんですけども、ラプラス変換。ラプラス変換も、そのなんだろうな、関数があったら、その関数のラプラス変換、関数があったら、なんかその関数のラプラス変換、っていうのをなんかやるってことを、はじめにやって、その後でこの逆変換ってのもね、やったと思うんですよね。で、逆変換をなんでやったかっていうと、二分方程式から、この、そのラプラス変換を求めるってことが割と素直にできるからです。で、そのラプラス変換を通して、元の関数を復元するってことをやったっていうのが、そのラプラス変換の使い方の一つの、応用だったわけですね。で、それと同じようなことを、この数列についてもやると。数列については、その母関数が、母関数、前化式があるんだけども、それを母関数を通して数列を通していると。だから、どちらかというと、その微分方程式に対するラプラス変換の役割を前化式ではこの母関数が担っているという形になります。で、まあそういう様っていうのを次回実際にやっていこうと思うということになります。はい。ではですね、今日のまとめをしたいと思います。はじめにやったことは前化式を解く話で、線形前化式の解法として特性方程式を使うという話。特にまあ2番目にその行列を使う方法とかっていうのをやって対角化っていうのを復習をしました。で、アルゴリズムの計算量の解析においては、上階を導出するってことだけで必要、十分な場合とか、上階しか出せない場合っていうのがあるので、その方法もやりました。で、最後に15分ぐらい、母関数っていう話をして、これが次回につながっていきますということになっていました。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。